こんにちは、やかみです。ということで、移動になったんで Vlog やっていきたいと思います。ちょっと空いちゃったでしょ。一日空いちゃった。ということで、まあなんかさ、細かいやることがいっぱいあるわけ。だけどさ、ついついこう、まあ後でいいやって思って、後回しにすることってあるでしょ。だけど、この1日2日でさ、結構なんか、ショッキングなことが多くて、小さいことを放置したがゆえにっていうね、のがありまして、まあ、この2日ぐらいさ、例えばさ、ずーっと髪切りたいがやーって思っとったでしょ。で、髪切りに行くよりも、やっぱ仕事を優先にしとるもんで、どうしても髪切りに行く時間なんてないじゃん。で、髪はさ、他の時は伸びてくでしょ。まあ、それはいいや、別に髪が伸びてくぐらい。みたいな感じで、例えば、この間もバイクを呼んだでしょ。で、まあ、今日今からもう、持っててもらうんだけど、この間もう受付だけしてね、今日持っててもらうんだけど、バイクもさ、もう3年4年5年、もう分からんぐらい放置しとったわけ。で、全然さ、まだ俺の中ではさ、修理してまた乗ろへって思っとったんね。だけど、もうそんだけ放置しとったから、まあ、今度でいいや、今度でいいや、つって、まあ、そんだけ放置したわけ。そしたら、この間見たじゃん。もうさ、タイヤはパンクしとるし、なんかもうガソリン入れたままそのまま放置しとったもんで、タンクの中サビサビだし、もう修理したら何十万かかるんじゃねえぐらいの、なんかブレーキの線が切れとるし、なんか知らんけど、勝手に。もうね、ボロボロになっとったっけバイクが。で、俺の中では、まあいいや、今度で、まあいいや、今度でっていうのが、こうずっと蓄積されてたから、俺の中ではまだ大丈夫なイメージだったんだけど、実際見てみたらもうボロボロで、もうゴミですよ、ゴミ。ゴミになってたわけ。まあこれもう処分します、今日ね。で、そういうさ、その処分するか修理するかっていうのも結構前から頭の中にあったんだけど、やってなかったでしょ？なんか他のことを優先してっていうことがいっぱいあって。で、例えばこの間病院に3ヶ月ぶりに行ったでしょ？で、本当なら毎月毎月行かないかんところを、もう忙しいもんでって忘れとったっていうのもあったんだけど、その行く日を。まあいいや、忘れとった。また今度予約しようと思って、放置してたら、もう3ヶ月ぐらい経っとったわけ。で、やべえなと思って。で、3ヶ月経ってから予約して行ったら、案の定数値が悪くなっとったでしょ。でさ、俺昨日歯医者行ったんですよ。で、歯医者ももう1年ぐらい前から行きたかったんだけど、もう歯医者なんて痛えしさ、怖いし、まあとりあえずさ、むっちゃくちゃ痛くなって死ぬっていうぐらいにならんことには歯医者ってなかなか行かないじゃん。ほんでさ、なんか、どんどん、なんか、歯茎が下がっとるっていうか、もうなんか明らかになんか歯がむき出しになってきとるみたいな、歯茎がなくなっとるみたいなのはすごい感じてて、ほんで自分でもなんか口臭が、ちょっといかんよな、これ、みたいな時も、なんか感じることが多々あって。ほんで、歯磨きとかめっちゃしてんだよ、俺。で、してるけど、なんか違和感はすごい感じてたの。ほんで、まあちょっと歯医者行こう。でもまあいいや、まあいいやって、ずっと1年以上かな。ほんで、昨日ようやく、まあこの間髪も切りに行ったし、今バイクも処分しとるし、っていろいろさ、こう、細かいやりたかったことをさ、この1日2日でやっとるわけ。で、その流れで歯医者行ったわけ。ほんで、そしたらさ、もう手遅れだった。マジやばいでしょ。なんか、俺、その糖尿的な感じで血糖値が高いでしょ。で、血糖値が高いのと歯周病ってなんかリンクしてるらしくて。で、この間心臓の病気、病院に行った時とかもさ、血糖値とかもアホみたいに高かったでしょ。あとちょっとで入院ですみたいな数字にまた戻っとったでしょ。なんか、そういうのを後回しにしとったもんだから。そしたらさ、もう結構やばいですみたいな言われたでしょ、病院で。そしたらそれとリンクして、なんか歯周病が、こう、すごいスピードで進行してて。ほんで、逆に歯周病があると、そっちの血糖値にも影響するみたいな、なんかお互いにこうリンクしてるから、で、なんか、負の連鎖みたいになってるらしくてさ、今。やばいでしょ。で、もうなんか、すごい進行しちゃってるから、歯を抜かなきゃいけないですとか言って、ええー、って嫌だなと思ったけど、もうしょうがないでしょ。だけど歯を抜くにしてもその心臓のなんか俺血がサラサラになる薬を飲んどるでしょ。だもんで歯医者では抜歯ができませんとか言って、だから紹介状書くから今言ってるその心臓に通ってるさ大きい病院でなんか口腔外科みたいなとこあるからまずそこで抜歯してくださいっつって言われて、えそんな大事なんですかみたいな感じになっててさ、これ1年放置してでもしそんだけ放置しんかったらまだなんか阻止する方法もあったけど、結構なんかもうすげえ進行しちゃってるからやばいですみたいなこと昨日言われて結構ショックだったわけ。ほんでまあいいやん、インプラントむちゃくちゃ高いけどインプラントしよっかっていうのももうできないらしい。なんかもう骨がボロボロになりすぎてやばいでしょ。でまあ言っとってもしょうがないから、まあ、この今の最悪な状況からやれることはやってもらうんだけど、なんかもうそんな状況になっちゃったわけ。だからさっき話したバイクもいいやいいやと思っとったらまだ乗れるでしょうって勝手に思い込んどったらもうボロボロになってゴミになっとったわけで、俺自身も病院も3ヶ月放置したりとか行きたいと思っとった歯医者に行かんかったことによってゴミになっとったわけやばいなと思って。だからまあそういうことってたくさんあって、まあ、例えば今もさその、まあ、バナナコーヒーっていう店がこの間水漏れしたでしょ。ほんで今度土曜日にさ営業しなきゃいけないからその応急処置でその土曜日営業できるような形を作ってるんだけど、まあこれを機にちょっとゴミを捨てたりとかいらんもんとかをもう整理したいなと思って今やってたんだけど、なんかさそういうのをもうやろうと思ってもうめちゃくちゃ放置してるわけ。そうするとなんかさ起こった時にもう取り返しがつかんくなることってあると思うわけ。だからまあ仕事なんかで言うと本当にちっちゃいことだけども誰かから連絡があった時にすぐに返信をするべきことをその返信せずに忘れてて放置しちゃったと。でそうするともうその人との関係が終わっちゃったとか、なんか本当にさちっちゃいことやらなきゃって思ってることがいっぱいあるじゃん。それをさちょっともう一回改めてそのちっちゃいことからでもやんないとやべえなと思って、どうしてもさ目先のピンチってあるから目先のピンチをクリアするためにものすごい労力を使ってこの何年間か生きてきたんだけど、それをなんかちっちゃいことをおろそかにしちゃったがゆえにまあなんか大きい問題に発展しちゃったみたいなことをこの1日2日でものすごい感じて。だからさちょっとまあ例えば事務所を掃除するとか俺本当そんなこと本当にやりたくてしょうがないんだけどついついさやれないじゃんみたいな、なんかそういうことがすごい多いんでちょっとさ考えを改めてさやっていかなあかんと思う。だから今これ後ろに見えるこれなんかスーパーボールみたいなの見えるでしょ。こんなのさイベントで使うあれなんだけどさずっとなんかバナナに放置したままだったっけ。でそれを今さ倉庫にこう移し替えようと思って運んだりしてるんだけど、なんかねその掃除含めめっちゃちっちゃいと思ってることってめっちゃ大事かもしれん。後々うわあの時こうしときゃよかったって思うかもしれん。もう俺の歯もそうだわマジでめっちゃ後悔してるもんどうしよう本当にということで、まあそんなような小さいことを放置すると意外と大きい問題に発展するから気をつけましょうっていう話と、そのちっちゃいことを毎日こうやっていけるような時間の余裕っていうのはやっぱり必要だなっていう思ったっていう話でした。やばいでしょ本当にバイクも歯もということでちょっとね、まあ、言っとってももう後悔してももう遅いからさ過去にやってしまったことはなんかちょっとこれからはさ本当に小さいことを気をつけながらもう一回やっていきたいと思います。っていうかねこれ汗かいてるでしょ。むっちゃ暑いわけよ。車の温度計は35度、昨日も暑かったけど名古屋クソ暑くなってきた。全国的にか知らんけど。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。